この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。それではね、早速ポケモン剣とでやっていきたいかなと思います。早速ね、なんかお呼ばれしてるんでね、ちょっと前回の続きでやっていきたいかなと思います。まぁ、ちょっとね、後々ね、ここら辺ちょっとぐるっと見回ってね。お、もう早速無理っすね。なんだ？ナックルシティのスタジアムはエネルギープラントとしての、役割も持っているんだよね。私のタブレットで説明をやってみようか。タブレット。なんだこりゃ。ほら、わかりやすい。なんじゃこりゃ。ポケモンの世界の文字って俺わかんねえわー。全然わかんない。地下のプラントで元気に変えて、ガラルのみんなに届けてるよ。なるほど。ちょっと飛ばしちゃったね。私たちの暮らしや社会は、電気やガス、水道といったエネルギーがないと成り立ちません。そうだね。うん。今の子にはちょっとよくわからないかもしれないけどね、子供にはね。うん。私たちはね、電気代とかガス代とか、水代を払って、家賃とか、ローンを払って暮らしているんだよ。今の子たち、ちゃんとこれを聞いておけ。これはマジで社会に出て絶対に必要なことだ。うん。テストには出ないけどな。私の、関連グループでは、願い星のエネルギーによって、みんなの世界を、生活を支えることを目標としているのです。うん。おっと、仕事の時間だよ。おっと、仕事の時間だよ。オリーブくんに怒られる前に移動しようじゃないか。ケイくん、次は、宝物庫に行きたまえ。宝物庫。ほう。宝物庫なら、スタジアムから6番道路に向かえば見つかるよ。ほう。6番道路。宝物庫。ほう。じゃあ行ってみましょうかね。早速。6番道路。ああ、左側ね。なるほど。じゃちょっとそちらに向かってみましょうかね。あ、首が痛い。あ、首が痛い。いやー、マジで子供たちね、もうちょいに節約ってもんした方がいいよ。多分ね、水道代だけで、なんだろう。あ、ちょっと家庭の話するのに邪魔すんじゃないよー。K、順調に10バッチを集めているな。うん、まあまあまあ、うん、順調、つうかすんげえおっせえけどな、ペース的にはな。うん。なのに、君のライバルであるホップはどうしたんだ？あいつなんかね、ちょっとベスト書いて泣いてるわ。うん。俺の顔を見るなり、兄貴ごめんなんて。謝るなら、謝るから驚いたぜ。負けたらしいからな。もしかしてあいつ、負けて落ち込んでるのか？ビート選手に、うん、チクった。負けて落ち込め！そこから立ち上がれ！なぜ負けたか考えろ！なるほど。あいつ、案外、いいトレーナーになるかもな。おっと、時間だ。委員長の打ち合わせに遅れると、秘書に怒られるんだ。まるで漢字欲しいな。場所もわからないのにな。うん、そうだな。うん。そうだ、ケイは、キバナに会っておくといい。あー、出た。ツイッターで話題の、女子に大人気のキバナちゃん。うん。俺の最高のライバルにしてジムチャレンジ最後の門番だ。ほう。今なら6番道路手前の宝物庫にいるだろうぜ。なるほど。キバナっていうキャラクターがね、なかなか女性の中で人気があってね。うん。キャ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 言われてるね。うん。羨ましくて憎むべき男の敵。うん、それがキバナですね。はい。確かにね。まあ、そんな感じでいけないね。お、こいつか。お、チャンピオンか。推薦したトレーナーだな。あ、そう。そうやで。うん。名前は、うん。ゲイじゃないぞ。私の名前はケイだ。そう。わかってるじゃないか。ダンデが、見込むとは、確かに強くなりそうだ。うん、見た目で判断するんじゃねえよ、人で。あ、人。うん。ただし、キバナ様に挑むには、ジムバッジが7個いるんだな。そっか、今挑んでやってもいいぞ。多分勝てるぞ。わかっています！
おっと、宝物庫か。歴史からポケモンを学ぶのも悪くないやり方だよな。気に入った。俺様についてきな。気に入るの早いな。随分チャラいな、お前。軽いぞ。ダメだ、こういうこと言うと、女性から叩かれるわ。叩かれちゃうな。ほらよ、俺様のリーグカードだぜ。どこに置いてんだ、お前。そして俺はどうやって今受け取ったんだ。まあ、そういうところさておきました。宝物庫なら階段の先だぜ。Thank you. ありがとうよ。俺のパシリ。これ低評価入るな。こっちでいいんかな？ここかな？明らかここだよな。お。来たんだ。うん、帰るわ。すごいよ、宝物庫。そっか、帰るわ。ガラルの歴史を伝える、タペストリーが残されているの。ああ、そうなんだ。帰るわ。願い星を見る若者二人。そっか。最悪の訪れ、困惑する若者。最悪を追い払う、剣と盾を見る若者。ほう。王冠をかぶる若者。剣が男性で、盾が女性。ガラルに、王国ができた時の物語を伝えるタペストリー。帰るわ。ね、若きジムチャレンジャーさん、何か気になることないかしら？ない、帰るわ。ブラックナイト？英雄は二人？そうだね、英雄二人だよね、これね。さすがだね。いや、さすがだねってもう書かれてるやないかい、タペストリー。エンジンシティのホテルにもあった英雄の像はどう見ても一人。でもこのタペストリーでは若者二人と記されている。英雄は一人なのか、それとも二人なのか。ブラックナイトは何だったのか。話を聞いてくれてありがとう。考えを整理できたわ。まだタペストリーを調べるけど、君はジムに挑戦だね。応援でこれ分けてあげるから、勝ち残るの楽しみにしてるよ。読みづらいな、ひらがな。元気のかけら。塊よこせ。塊をよこせ。欲の塊か、俺は。欲の塊でしたね、私は。で、ジムチャレンジャー？まあ、その前にとりあえずね、まあ、これだけじゃ終われないんでね、サクッとちょっとね、6番道路行ってみますかね。お、キバナじゃん。おっすー。宝物庫のタペストリーに書かれているのはガラルの英雄。今のガラルで言えばチャンピオンダンデが、英雄だな。いいか、ケイのゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。そのために6番道路を越えて、ラテラルタウンで、鍛えろよな。もう鍛えてんだよな。もうレベルマックスなんだよな。マックスじゃねえ、オーバーしてるんだよな。まあまあまあ、行きましょうかね。まあ行ってあげましょうかね。口車にいい感じに乗ってあげようじゃないか。乗ってあげようじゃないか。あ、これまたなんかお羽が落っこってるパターンじゃないか。あ、そうだな。お。寝てる？なんと可愛い砂蛇。この姿は俺も好き。すごく可愛い。でも進化するとただのブス。可愛すぎる瞳。いや、鼻が可愛いじゃん。我々エール団は砂蛇が安心して眠れるよう応援してる。いや、応援すんね。うるせえだろ。起きちまうだろう。あんたたちポケモンは起こさないから、通してもらうよ。どうぞどうぞ。なんだそれ。お、あ、ケイ、ラテラルタウンに行くんだな。行くんだよな。そうだよ。
エルドンの人たち、そこ通っていい？あなたたち子供はうるさいので通ることは許しません。なんだそれ。なんだその言い分は。めちゃくちゃだな。特にチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。バタバタ足音を立てられると砂蜜が起きてしまいます。お前の方がジタバタしてるぞ。タオルもバサバサうるさいぞ。起きちゃうぞ。わかったよ。手通らせてもらわないと、ラテラルタウンでジムチャレンジに挑めないぞ。勝負しよう。うん。お前、力強いぞ。あなたたちうるさいです。うるさいのです。砂蛇が起きますよ。お前らの方が相当うるせえぞ。このテクに関してはずっと足踏みしてきたんだ。よくそれで砂蛇むしろ寝るよな。うん。だから子供は仕方がありません。砂蛇のため、こいつらを追い払いましょう。うん。ためになってねえぞ。もう、プーとか吹いちゃってっからな。その時点でアウトだよ。エールドンの使ったごとくでは、この私に勝てるわけがないでしょうが。まあね、カブトップスとかね、カブトップスとかね、ストライクがいないので、とりあえず僕のね、今の愛用言ってもこの子なんだよね。さてと、まあ連続斬りかな。よいしょ。なんか相手の方が素早さ早いな。えい。ワンパン。こんなもんか。なんかレベル上げすぎてちょっとつまんねえよな、ここら辺な。ひろよりん。回復。ちょっとだけ回復。ポケモンは入れ替えません。眠。パッシュ。素早さ負けてんのか。あれ？ちょっとね、連続ギリばっかでもつまらないんで、ちょっとメタルクローをかましますかね。よいしょ。ワンパンか。杉崎さん強い。2400円。こんな弱いバトルで2400円もらえるんだぜ。いい世の中だよな。ケイ、その勢いで任せるぞ。あよ。あれ、お前戦わねえの？今思ったけど。お、いいの出してくるじゃん。頑張って倒したいけどな。いけるかな。首が痛え。アラサーになるかな。あれだな。効果が効くんだったら申し訳ない。ワンパン。やったね。やったね。効果抜群当ててワンパンで倒してやったね。とかもう煽り口調にも程があるだろう。桐崎さんやべえぞお前。終わりかい。終わりかい。最後の最後おい。最後の最後おい。じゃあね、砂蛇まだ全然な。ケイと、キリザン、キリキザンのコンビは本当にすごいぞ。うん、すごいだろ。俺、ビートにボロ負けして。いや、負けたのはいいんだ。勝負ってそんなもんだろ。うん、まあ、勝ちと負けしかないからね。勝つ者もいれば負けるやつもいる。うん。勝者と敗者しか生まれないからね。ま、たまーに引き分けとかあるけど、このゲーム上そんなものはねえからな。ただ、あいつに兄貴の名前に泥を塗っていますねって。あー、そんなこと言われた。自分が悔しくて嫌なんだ。ふん。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。そんなの嫌だぞ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのかちょっと考える。じゃあな。お前も戦え！本当に。あ、起きた。ごめん、俺の声起きたかな。タイミングバッチリだったぞ、今。おう、じゃあナスのヘビ。かわいいな、お前、本当に。買いたいわ。
うん、進化せずずっと買いたいわ。あんたダンデが選んだだけ、選んだジムチャレンジャーだね。いいえ、違います。うわぁ、なんかめっちゃユバーバじゃん。めっちゃユバーバじゃん。細くなったらダイエットでも成功したんけ、おめぇ。指輪はめっちゃあったはずだけど、どこ行った？食ったか？うん。私は、ポップだ。名前と見た目が全然合ってない。詳しくはカードをご覧よ。いや、受け取るの俺。マジで。うわ、なんかすげぇカレー臭だ。香水つけすぎだよ、おばちゃん。臭いよ。どこか、どこかであんたの本気うん。見させてもらおうとしようかね。おー、そんなに腰に手ついて歩くなったら、松葉杖では持っとけ。心配で、一人で帰らせるの心細いわ。もういねえわ。あいつどんだけ入んだ？お、行かなきゃまずいな、これ。まあ、通れないんだろうな、戦わないとな。だよな。でもいい服装だね、お姉さん。おお、なかなか美人さんじゃない。大人のお姉さんに、お姉さんのマミが勝負を仕掛けてきた。これに勝ったら何でもしていいのかね。何でもしていいんですかね。大人のお姉さんが道端でね、お話しかけてくるとはね、逆なんですか。なかなかいいですね。スタイルも良きだし、服装もセンスも素晴らしい。そしてしかもおしゃれしている。自意識高くて素晴らしいよ。いいよ。女を磨いている大人の女性ほど可愛いやつはいない。今一つ。呼びを振る。なるほどな。変化。うおー、痛くないわ。痛くないわ。ピタピーン。それと、メタルクロー6時期、ダメ押しでダメ押しできますか？いけ、桐崎さん。いったわ。今一つで倒せたわ。すまねえな、お姉さん。お金じゃなくて、合鍵欲しいっす。お、ピクシー、まだ終わってないんだ。じゃあ、ちょっと入れ替えていきますかね。ルカリアで行くか。まだ動画に出てるのよ、ルカリアちゃん。いけ、ルカリオン！マミちゃん、かわいいな。モンスターボールで捕まえられないかな。波動弾。効かねえかな。全然効かねえわ。さあ次はなんだ？炎の向き。おお。いけえじゃねえ。まあ、ルカリアでちょっと頑張ってみっか。スピードスター。指を振りまくるね。それだけいろんな彼氏を振ってきたんだろうね。さてと。カウンターやってみっか。よいしょ。ほう、どっちも汚いじゃないか。サイコキネシス。よいしょ。全部今一つ。もうちょい技マシンとかで、技を覚えさせた方がいいね。もう1000ももらえんのかい。マミちゃんいいね。おその驚いた顔もキュート。素晴らしいよ。2880円。まあ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 。お、お、なんだお前。なんだ？なんだこいつ。まあいいや、いらねえ。お、なんだこのクボに。なん、お、なんだ？びっくりしたぞ。ハイパーボール。お、いいじゃないのよ。これちょっとめんどくさいな。
ほう。こっちはなんだ？お、なんかまた、あ、あれ、災しいんか、なんか、ん？釣りか？よいしょ。さあ、何が出る？またお前か、こういうふうに。もうギャラドスは持ってんだよな。よいよい。まあ、桐崎さんでちょっと一発で倒しますかね、せっかくだから。まあ、逃げるのはね、よくないでしょう。よいしょ。じゃあな、コイキング。でも、コイキングさ、実際に考えるとなかなかでけえ魚だよな、あれな。うん。釣り楽しそうだよな。あんなのがゴロゴロいるんだもんな。で、釣って、食べるもよし。育てるもよし。あ、なんだろう、なんだ。まあ、やりますか。なんか怪しげな奴らだな。こんなところにそんな服装で。電気を掃除する人と保健員の方かな、保健室の人か。お、いいポケモン持ってんじゃん。おー、いいね、この並び。いいね、嫌いじゃないよ。いいよいいよ。さてと、効果あり。こっちルカリオン効果抜群、波動だ。こっちのこれ。で、こっちだな。よいしょ。これでどうだ？えい。おう。お、硬い。ちょっと強いね。おっとっと。めっちゃ浮遊する音がする、かわいいな。どうしよっかな。もう連続ギルでこっちかな。カウンターで待っとくか。えい、イチャモン。そう、全然攻撃来ないじゃない。どうすかな。毒好き、戦う、波動だ。よいしょ。これでまあ、いいんじゃないでしょうかね。やったね。終わりかな。OK。おしまい。最初からこうすればよかったな。ワンターンで終わったんだよな。はい、ちょっとありがとう。マジでこれお医者さんとかさ、なんかそういう感じじゃなくて、マジでなんかトイレを掃除する人にしか見えないんだよな。こっちはわかるんだけどさ。7440円、マジで剣盾買えるじゃん。いやな、こういう世の中になったら、なんかすごいお金持ち。なんかサボテンがいるけど、まあ無視しましょうか。お、はい、よ、あれ、お前じゃねえよ。電気か。これでいきますか。よいしょ。ワンタンチ、オッケー。じゃあね、俺はトレーナーとやり合いたいんだ。あれ、ヘイ。自分チャレンジを見るためはるばるやってきました。できれば自分チャレンジャーと手合わせお願いです。
ほう、そばかすがすごい。格闘か。どうすっかな。メタルクローで様子見。あれあれで。二度切り。痛えなぁ。やっぱり痛えな。痛えなぁ。でも大丈夫。まだ耐える。桐崎さん頑張れ。次のターンで決めるぞ。ほい。グッバー。オッケー。2000円、めっちゃ稼げんな。ちょっと旅するだけで1万円なんてすぐだぜ。でもこっちの階段気になるんだよね。はしごか。階段ではないな。Hey you! そのままちょっとこれ拾って。骨？ Hey! またなんかギャルだな。ギャル流行ってんのか？あー、このギャルはタイプじゃないわ。服装はいいとして、ちょっと、顔がケバい。いや、まあ、お化粧がケバいって言った方がいいけど、顔がケバいはちょっとディスりすぎだな。あと髪型がよろしくないね。うん。効果あり、メタルクロー。じゃあこれでいくか。メタルクロー、ほい。歯ぐらいがないな。回復。まあ、このワンターン切りを繰り返せば、そのまま、HP、体力？体力、回復するんじゃない？お。あれ？今さっき戦ったよな。よいしょ。これでいけないよな、多分。だよな。メタルクロー。すいません。OK、どんどん回復するぞ。はい。終わりかな。ほい。ぬるげーすぎる。3600円。まあまあ持ってんじゃん。もっとよこせよ。何？金がないって？ジャンプしてみろって。ほらほらジャンプしてみろって。お。お、なんかよくわかんねえな。ちょっと地図見れないのかな。ざっくりとしか見れないんだね。ま、よいしょ。カレー作ってますか？あ、そうだ、キャンプしなきゃな。うん。よいしょっと。うわぁ。ほっ。うん。ちょいちょい。どうすかなぁ。メタルクローはどうですか？よいしょ。ほう、耐える。巴投げ。どんどん回復していく。さてと、桐崎さん、じゃあダメ押しでいきますか。えい。まあ、行ったね。てるででん。いや、でも、いつやってもなんかな、ポケモンやってるとなんか昔を思い出すな。懐かしいな。昔は布団の中に潜って、あんた早く寝なさいって言われながらもね、それを反抗してやってましたね。これはなんか迷路っぽくなってて、あれだね。
あ、降りてもよかったんだ。あ、ここか。鋼の翼。お、いいじゃん。よきよき。へえ、なるほどね。なんだこれ、邪魔。こいつ何が食らう。あ、こいつダメ押しでいけたっけ。確かだよな、ダメ押し。よいしょ、 OK。 まあ一応ね、実況撮ってるから、挑まれたらこうやって戦いますけど、多分実際だったら逃げて終わってるね。うん、経験値にもならないし。よっ、降りて。これは何だろう、不思議な飴か。いいね。おっと、またお前か。ダメ押しだな。これはダメ押しだな。行くぞ、桐崎さん、戦う。ダメ押し、ヘイ。 OK、やったね。ほう、キュブレがレベルアップしたぞ。よいしょ。さてと、とりあえず道に戻って、この階段の登り方マジでゼルダの伝説。このまま行ったら多分進めるんだろうな。こっちが多分また違う道なんだろうな。正規ルートは右で合ってるんだよな。これもっとさーっと降りてくんねえかな。こっちは？お？あれ、こっちから来たっけ俺。あー、そういうこと、そういうこと。なるほどね。あれ？あんなところに、あいついんのか。へー、すぐゲットできるじゃん。これはなんだ、穴を掘る。おー、いいよ、なかなかいいよ。いいね。ここは、これは何、ガラで見つかる奇跡はなぜか上半分か下半分だけ、うん、どう組み合わせても復元される謎。合体できるポケモンの秘密を、ほう、解き明かす鍵かもね。頑張ってね、仕事はほどほどに。さてと、ここに降り立ってちょっとさっきの何か、何かを、おっ、バトルはめんどくさい、避けていく。うわっ、キバゴ、キバゴ。やばい、出るぞ。ふぅ、全部効果あるじゃん。いいよ、これで。えい。おー、せっかくだから捕まえようかな。もうやめとくか。いや、捕まえておくか、一応。捕まえるか。ポケモンじゃない。バッグ。モンスターボールでいけんじゃないかな。えい。えいや。ワン、ツー、スリー、オッケー。多分ここでゲットする方多いんじゃないかな。ぐいぐい。なんか喜んでくれたんだけど、かわいいな。ニックネームつけない、ボックスに送る。なんか B 連打するとね、今の勝手にああいう風になるんだね。あっ、ちくしょ。多分みんなよくやったら今の。あれ、こんなところに奇跡の首
長？首長？首長？どういうこっちゃね。奇跡の首長ってどういうこっちゃね。まあでも首長一族って人間でいるからね、マジで。おっ、また、あっ！なんだお前。不思議なやつやな、お前。今のポケモン全くわかんないからな。サトシのお顔が変わっちゃってからもう逃げよっかな。戦うのめんどくさいな。今一つ効果あり、今一つ効果抜群。じゃあこれでポチッとね。トリックガード。おっと、なんかめんどくさいぞ。通るのこれ。あ、通るの。ドイドイン。やったね。ダラがモンスターでレベルアップだね。よし。光の粘土。なんだそれ。こんだけ苦労して手に入れるものだったのかどうかわからんな。で、こっちにはもう用ないんだよな。なんもないよな。よし、帰ろう。帰ろうじゃない。進もう。早く、早く、降りろ。よし。ここでチャリンコで使えるのか？あ、使えるんかーい。アウチ。よいしょー。また来たのかー。桐崎さん、どうする？毒好き。えい。オッケー。うん。レベルはまだ上がらんか。あと1、2回か。チャリンコのまま登ったりはしねえよな。うん。それはさすがに無理だよな。人じゃねえよな。そんなことできたらな。さて、あそこになんか待ってる方がいるね。なんだこれ。なんか片手に持ってるんだよ。え、な、で、な、え、すごいお顔だけど。芸術家の大輝。いや、顔おばさんだぜ、これ。あ、おじさん？いや、顔やべえだろ。やべえだろ、これ。これ。誤算からしたら結構なかなかあれだぞ。トラウマモンの顔してるぞ。だって真っ暗闇になってこの顔がいきなりボーンって出てこない。みんな泣くで。ちょっとダメ押しで。えいや。よし。これで終わりかな？レベルもアップ。いいね。50レベルになったね。どんどん回復していくぞ。黄色から緑になったわ。ウソッキー入れ替えない。懐かしいな、ウソッキー。効果抜群。おしまい。はい、やったね。煽っていく。あ、1残ったのか。あ、せっかく回復したのにな。急所に当たったか。運悪いな。じゃあもう一度、メタルクロー。オーバーキルでいきましょう。あーらよっと。相当痛いだろうよ。2発目。バーン。オッケー。もう顔すげえ変わったな、お前。君たちの技は美しい。いやー、惚れ惚れしたね。いや、すごい顔だったな、さっき。もう、拍子抜けしてるじゃん。お前、2000円以下ってどういうこっちゃね、お前。そんな勢いのいい顔しておきながら、今までの中で一番低いお金だぞ、お前。さてさて。これでもうゴールかな？ゴールイン！着いたー。なんかマッチョなやついんな。おうおうおお、ポケモン。お、へえ。
やっと到着。ポケモンセンターでちょっと回復しましょうかね。ちょっと桐崎さんちょっと頑張りすぎたね。はい。ほとんどがスーパーボール。はい。お、そういえば今ブラッシータウンの駅でちょっと珍しいポケモンに出会えるかもしれません。なんだそれは。いい情報を聞いたぞ。ブラッシーシティ。ほう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 。覚えておこう。じゃあね、今回の実況はね、ここら辺で終わりたいと思います。皆さんね、最後の最後まで、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。